王法院は大韓民国の最高裁判所であり、三権の一つである司法権の最高機関。大韓民国大法院王法院の役割、韓国では司法権を有する裁判所を法院と呼ぶ。最高裁判所は王法院と呼ばれ、首都であるソウル特別市の随層区に所在している。王法院の下には高等法院があり、5つの主要都市に置かれている。 高等法院の下には地方法院があり、全国に配置されている。他に家庭法院も存在する。刑事事件は最初に地方法院で扱われ、三審制が取られている。なお、各裁判所の設置場所は以下の通り。司法分野では特別裁判所である憲法裁判所による憲法裁判の制度も定められており、以下のような機能を果たしている。 他の裁判所から求められた場合に法律の合憲性を判断する。国会で弾劾訴追された場合に大統領、国務総理、国務委員、行政各部の長、憲法裁判所裁判官、法官、中央選挙管理委員会委員、監査委員長、監査委員その他法律が定めた公務員の弾劾裁判を実施する。政党への解散命令を出す。 国家権力が憲法で国民に保障した基本権を侵害する場合に、その行為の合憲性を判断する。王法院は、法院組織法第4条2項に基づき、王法院長を含む14人の大法官で構成されている。王法院には、司法行政事務を干渉する法院行政ところが設置されており、全裁判官の人事と司法府の行政を管轄している。 現在は第16代王峰委員長の金明名主が司法府を率いている。王峰委員長は国会の同意を得て大統領が任命し、任期は6年で10人できない。国会議長、大統領、王峰委員長を三不要人という旧最高裁判所。1995年に現在地に移転するまで使われた。元は日本統治時代の経常司法庁舎で、 現在は、ソウル市立美術館韓国前最高裁長官を逮捕、徴用工訴訟介入疑惑で、知見徴用工判決介入疑惑、韓国前最高裁長官を起訴。ありがとうございます。